皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作欲チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今日も今日とてやってきてしまいました。こちらいわき市アンモナイトセンターの体験発掘場なんですけれども、やっぱり今日もですね、天気はいまいちでドヨーンとした曇り空なんですけれども、まあ天候的には午後の体験発掘終わるまではなんとか持ちそうな感じなんですけど、ただ本当に天気予報というのはすぐに変わっちゃうんで、まあいつ雨が落ちてくるかわかんないんですけど、まあ天候が持つことを祈って、今日もこう体験発掘参加していきたいと思います。で、まあ前回の体験発掘であらかた砕いちゃったこの辺にあった石だったんですけど、まあ、今回新たに上の方にちょっと落としたよということで、そちらの方もまあできれば今日のうちにですね、砕いちゃいたいなと思います。またアンモナイト出ればいいんですけどね。はい、頑張っていきます。今日もまあ天気が悪いっていう予報が出てますから、そんなに参加人数はいなくて、まあいつも体験発掘で会う常連さんも今日は来てないようですね。はい、まあ10人やっぱいるかいないかでしょうね、午前中は。はい、まあ土曜日は比較的少なくて、まあ日曜は結構参加する人が多いんで、まあ今日はまあ比較的少ない方なのかなと思うんですけども、まあ、ちょっと明日は自分は参加できないんで、まあ今日もう存分発掘をしていきたいなと思います。最後になります。先ほど最初にお話ししたように、万が一雨が来た場合にはその状況によってはここで中止ということも考えられますので、その点もご了解いただきながら進めていただければというふうに思います。それではこれから発掘に入りますけども、入場にあたってはこの土のうの上入っていきますと、泥がちょっとひどいものですから、土のうを使って入ってください。でいつも入るにあたっていい化石が取れるように気合を入れて入ってこれから気合を入れたいと思いますので、よろしくお願いします。では行きますよ。はい、いい化石を掘るぞ。おー、どうぞ。はい、というわけで御前の部の発掘終わりました。御前の部はちょっとアンモナイトは見つからなかったんですけれども、こちら、クレトキシリナの葉が出ましたね。で結構この根っこまでちゃんとあるんですけど、若干この先端が欠けちゃってるのが残念なんですけど、一応サメの葉出ましたね。でこのサメの葉が出た時にこう石の中にこう埋まってたんで、慎重にまあこう叩いて、壊したんですけど、叩いた拍子にこう葉がピューと
飛んでしまって、どっか行っちゃって、先日の大金発掘の二の舞になりそうだったんですけど、まあ必死で地面探したら転がってたんで、なんとか回収できました。はい。まあそのせいで欠けちゃったわけじゃないとは思うんですけど、ちょっと先端が欠けちゃってるのが残念だったですね。で、まあこれはクレトオキシリアのちょっとちっちゃい方の歯らしくて、これはまあ普通の大きい方の歯が出てたらば、まあこのアンモナイトセンター特別ルールのまあ没収ということになってたっていう話ですね。はい。で、先週の体験発掘で出て、まあ、一応紹介はしてて、ちょっとクリーニングの動画は出してませんでしたけれども、こちらですね。一応ポリプチコセラスじゃないかということだったんですけれど、ただまあその、今日はちょっと職人さんに再確認してみたらば、やっぱりその特徴的な、ポリプチの特徴っていうのは本当にクリップみたいに直線的にこうなってるはず、曲がってまっすぐ行ってまた曲がるっていう形になるはずなんで、まあ、こうぐにゃって曲がってる絵っていうのは、まあ、ポリプチではないだろうと。はい。で、まあ、この表面にですね、ロックといってこう線がこうね細かく入ってるはずなんですよね、あのポリプチの場合は。それが見られないんで、まあ、ポリプチではないけどアンモナイトではあろうということだったですね。はい。で、ちょっとゴムの部ができるかどうか、ちょっと体験発掘午前の部のうちからちょっと細かい雨降り始まったんですけど、終わる頃にはちょっと雨が強くなってきたんで、もしかするとゴムの部はダメかもですね。で、一応様子見て、まあできるかどうかだけ確認したいとは思います。はい。まあ午後天候の回復を待ってたんですけど、まあ中止っていうことになっちゃったので、まあ仕方がないんで、今日はハードオフ寄って買いたいと思います。はい。というわけで帰ってまいりました。午後の体験発掘できなかったのがまあ残念だったんですけれど、まあ、この雨止むかなと思って待ってたわけですけれど、まあ、霧雨だったんで、まあ、そんなにひどくなかったんで、もしかするとこれできるのかなと思って待ってて、で、まあ、職人さんに確認しようと思って、その建物の前に行ったら、もう入り口のとこに、この体験発掘中止っていう、こうね、掲示がされてたんで、まあ、もう、まあどうせダメだろうと思って、まあ一応聞きましたけど、やっぱりまあ今後の体験発掘は中止ですということだったんで、まあ仕方がないんで、まあハードオフ行って、時間潰して帰ってきたわけですけれど、で、まあ午前中のまあ成果というと本当に一つしかなくて、まあこれですけど、まあちょっとカメラではピントが全然合わないと思うんで、まあ、別個に撮った画像をまあ出しときますけど、まあ、こんな感じなんですよね。で、まあ、クレトオキシリナっていう、まあ、サメの歯なんですけど、まあ、ちっちゃい方ですね、もうちょっと大きいやつが出たらば、もしかすると没収、まあ、だったかもしれないっていう、まあ、話はあったわけですけど、ちょっとね、まあ、成果これしかなかった上に午前中しか掘れなかったっていうのもあるので、まあ、非常に残念なわけなんですけど、去年の、まあ、7月1日から体験発掘が再開されて、まあ、その当日に行ったわけですけど、まあ、今日はその頃と比べるとやっぱ気温が低くて、まだまだ、雨今も降ってますけど、去年と比べるとやっぱり暑くなるのはまたちょっと遅い感じですよね。去年の梅雨明けが7月の14日くらいだったと思いますけど、まあそれ以前からもう非常に暑い日が続いてまして、まあ体験発掘もですね、まあ大汗かいてもヘロヘロになってやってたわけですけど、その上まあ全然いい化石が取れなくて、結局そのアンモナイトが取れるようになったのは年明けてからになりましたからね。はい。まあ7月に入って天気が回復するのを祈って、また体験発掘に参加したいと思います。はい。
で、まあ、帰りがけにハードオフに寄ってきたわけですけど、まあ、適当にまあ4点ほど弱品買ってきましたんで、まあ、後ほど後日ですね、また紹介できればなと思います。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。